信明角田 vs 正幸成瀬。第2試合3分5ラウンドを行います。赤コーナー177センチ、90キログラム、リングスジャパン、成瀬正幸。今度は火を吹けるか、ガンタンク成瀬正幸。青コーナー174センチ、90キログラム、制度会館、角田信明。拳を固めた修行僧、角田信明。第2試合は3分5ラウンドで行われます。これは今年の3月5日尼崎以来2度目の対戦、リマッチ再戦です。さあ谷川さん、はい、この2人の対戦、もう背格好が一緒なんですよね。そうですね。成瀬が177センチ、角田174センチ、体重はともに90キロジャスト。いかがでしょう。そうですね、前回非常に僅差だったんですけども、ここのところ成瀬選手はですね、実験リーグ等で非常にいい試合やってるんですよ、はい、ですからもっと実力の差はないでしょうね。なるほどね。接近してると思います。したがって激しい試合が期待できそうだと、はい、そうですね。さあ第1ラウンドです。まあ、角田選手としてはもう地元ですしね、はい、最近ちょっと生徒会館の試合も含めて負けが続いてるんで、絶対勝ちたいところなんですけども、はい、これはちょっと分かんないですね。まあ、逆にね、はい、成瀬選手の方がですね、非常にノリがいいですよね今ね。あーはー、そうですね、角田選手のは少し最近負けが込んでいますということで、チャンプアゲソンリットのジムで1週間タイです、ムエタイのですね修行をしてきたという角田信明。こうやって蹴るのかと何かひらめいたものがあったということなんですが、谷川さん、その辺どうでしょう。そうですね、やっぱり体の蹴りとですね、やっぱり何ですか、顔面があるなしとされてですね、はい、蹴り方はちょっと違いますんで、間合いとですね、はい、でやっぱり立ち技の格闘技の中ではなんだかんだといってもムエタイの技術がですね、今のところナンバーワンと言われてますので、はい、学ぶところが多かったんじゃないですかね。なるほどね。さあ組に行きましたが、これはコーナーです。ブレイクをかけました。で今制度会館にですね、はい、サムランサックムワンスリーっていうですね、ムエタイの伝説的なチャンピオンがですね、はい、コーチに来てるんですよ、はい。まあ、そういう意味でその辺からも技術を、かなり学んでると思うんですよね。サムランサックが角田選手のセコンドについている。そうですね、今日セコンドについてるみたいですね。また後ほど映像が映るかも分かりません、はい、ボディーブローから、さあ組みに行った、角田から組みに行きました。投げに行こうという成瀬。リングスの中におきましても非常に気が強い成瀬正幸。現在の体調はほぼ、まあ、万全に近い体調だと言っていました成瀬正幸。一方の角田も悪くはないと言っていました。まあ、角田選手の方が前回のピーターズ戦かなりショックだったようですからね、谷川さん。そうですね。その後制度会館の大会 ですね、マイケル・トンプソン選手というイギリスの空手家なんですけど、はい、でも負けてしまってですね、ちょっとやっぱ今日は負けられないという気持ちでいるんじゃないですかね、はい。マイケル・トンプソンには1ラウンド47秒の一本負けをしています。出会い頭にちょっと入っちゃったんですよね、後ろ回し蹴りが。成瀬選手やっぱり玉木選手とね、2連戦やったんでね、はい、実験リーグ だいぶ雰囲気的に慣れちゃいましたね。あ、なるほど。こういう角田選手のような相手とね、はい。第1ラウンド残り40秒を切りました。そうですね、成瀬選手はですね、実験リーグの成績が2勝1敗、そしてこの本戦リングスの本戦の方では9戦して3勝2敗、4つの引き分けと。まあ、本当実験リーグの中では成瀬選手一番いいですよ。そうですね、目立ってますよね。いい試合やってますね。よし、さあ成瀬はこの辺で自分の本領を発揮したいところです。だいぶグラウンド沸き締まってきましたね。あ、そうですか、はい。第1ラウンド終了です。このラウンドはともにロストポイントがありません、イーブンです。なんか成瀬選手が落ち着いてますよね。その辺前田さんにちょっとお伺いしたいんですが、はい、成瀬選手のですね、成長ぶりに関して、はい、いかがでしょう。そうですね、やっぱり第1戦も玉木とやった時に、はい、だいぶ体調悪かったけどね、でそれで割と粘って粘って粘って粘り勝ちで、はい、やった試合で、だからあの体調で
もう勝てたっていうのはね、やっぱりすごい自信になってるんですね。38度以上熱があったそうですね。そうですね、実験リーグ24分22秒で、青銅会館の玉木選手を TKO、15回のロープエスケープというこの記録的な、ロープエスケープを奪いまして勝っています。そしてその再戦では8分30秒台で肩固めで勝っています。今あのセコンドについてのはムアンセムですね、はい、この背中を見せています。サブランサックですね、赤いジャージを着た人ですね。さあ第2ラウンドです。角田蹴りを見せます。いつものように速い蹴りです。両者とも90キロちょうど。あ、今の蹴りを見ました、はい、今ボディに入りました、はい、成瀬あそこちょうどトンプソンやられたところなんですよね。あ、今苦しいんじゃないですかね。あ、なるほど、さあ角田どうでしょう。その腹にダメージを負ってはいると思うんですが、まあ、これ5ラウンドありますからね、はい、角田選手が成瀬選手を倒そうと思えば、逆にじっくりチャンス待ってね、はい、なんかハイキックかなんか一発でね、はい、KO した方がいいですよね。ちょっと難しいですよね。なるほど、常にこのリングにおいて喜び、そして怒り、屈辱、悲しみ、こういったものをファンにアピールします。角田肘を上がっていった。この肘をですね、今日はぜひ使いたいと角田選手試合前に言っていました。今の惜しかったですよね、そうですね、もうちょっと振り抜けばね、あ、なるほど、聞いてましたが止まっちゃいましたね、はい、さあ今度はグラウンドに持っていこうという成瀬正幸です。逆に角田選手はあのグラウンドで慌てなくなりましたよね。うん、なるほど、その辺前田さん、前ですよね、はい、前田さん、はい、角田選手のグラウンドの向上ぶりはどうでしょう。だいぶいいですよ、すごいな、脇も締まってきましたしね、ほんでなんか相手の動きに逆らうんじゃなくてね、はい、動き潰すっていうのだいぶ覚えてきましたんでね。ーはー、はい、この辺もディフェンスしています。下になっている角田、まあ、その辺は確かに谷川さん、第一線のこの頃と比べると見違えるものがありますよね。そうですね、もう本当コツコツ努力しますよね、角田選手も。角田選手は91年の12月有明ヘルマンレンティング戦でデビューを果たしました。その時は引き分けでした。こうなると成瀬選手もなかなか決められないでしょうね、一旦離れます。逃しました成瀬。第2ラウンドに入っています。肘のパッドを直してもらいます。これをつけていなければ肘攻撃にできません。さあミドル、今足を振り上げました。かかと落とし、そうですね、ね、ジェスチャーだけかもしれませんが、これもあるぞと見せたんでしょう。さあ角田が1回蹴りを見舞う体勢で止めました。これはあ、いいですね、今あの成瀬選手の前の取り方ね、スッと入ってきましたね。やっぱり重心が安定してますよね、立ってる時にね、はい、さあこれからどのような展開になるか。腰をつかみました成瀬です。拮抗しています、この2人。まあ、逆に言えばですね、ずっと2人とも今一本調子なんでね、ええ、どっちかがリズム破った方がいいですよね。あ、なるほど、あの角田選手の汗の具合気になりますね。あは、そういえばかなり光っています。エスケープを取りました角田信明、ワンロープエスケープですと同時にゴングが鳴りました。このラウンドは角田のワンエスケープだけですから差がありません。前田さん、こういったですね、はい、展開の試合というのはどういったことでこう勝負の流れというのは変わってきますか。そうですね、だからもう何を狙いに行くかっていうのと、グラウンドの時に相手がどういう脇の開き方とかね、はい、脇閉まってるのと閉まってるんで、外から回ったらフェイスロックとか、そっちの逆のね、フロントヘッドロックみたいな、リバースヘッドロックみたいなのを狙うとかね、あと足狙いでいくか足首狙いでいくか、はい、だから相手のどういう感じで守ってるかっていうのね、それの裏かことですね。なるほど、はい、ということはその田中さんがおっしゃいましたリズムを変えるというのにね、つながっていきそうなところだと思いますが。そうですよね、入念にこのインターバルを利用してマッサージを受けました。すごい、中津選手グラウンド良くなってきたですよ。ああ、なるほどね、谷川さんはですね、さあ、はい、3ラウンド4ラウンド、まあ、注目のラウンドに入っていきますが、そうですね、どう予想しますか。今前田さんが角田選手がグラウンド良くなったんですけど、はい、成瀬選手が本当立ち技が良くなってきましたよね、そういう気もしますんで、まあ先ほどから言ってるようにリズムをいかにどちらが崩すかでしょうね、はい、なるほど。さあその辺どうリズムを作っていくか。ディフェンス前ですよ、成瀬選手ちゃんとボディ締めてですねブロックしますからね。さあ膝を使います、
この辺は使用してきたところか、角田信明。ただ奈良選手がうまくディフェンスしますよね。肘を使った。ようやく肘が爆発しました。畳み込んだ方がいいですね。さあ角田が追いかける。ローだ。いつまた肘を出すか。組みに行きました。さあこの体勢でどうする。成瀬かあるいは角田のパターンか。第3ラウンドに入っています。そろそろ試合が動くラウンドです。第2試合は3分5ラウンドで行われています。今年成瀬あんまり膝っていうのはもう、はい、関係なしね、ええ、下から組んでいく方がいいですね。下から反対に上から組んじゃうとね、なんか膝出しするの重そうなんでね。はいはい、これを返そうという角田。この辺は体重的には全く一緒です。90キロブレイクですね。島田レフリーがブレイクを命じました。この辺 のルールの駆け引きっていうのも2人とも本当にコツを得てますよね。はいはい、ロープエスケープしても大丈夫かどうかっていうところですね、よく測ってますよね。なるほどね、成瀬選手したらね30分一本勝負がね。さあ後ろに下がった。成瀬30分一本勝負が良かったですからね、このラウンド戦でよく落ち着いてやってますよね。あそうですね、角田選手今の膝の良かったですね。はいはい、さあ、滑った、今滑った、投げに行こうとした成瀬、滑りました。角田選手もよく重心落としましたね今の、はい、ただ今日はなんか記念書のいろんな罠が切れましたね、角田選手ね。あ、だからやっぱり30分1本じゃなくてラウンド制がね、はい、角田選手に向いてるってことじゃないですか。なるほどね、やっぱり途中1分のインターバルでねだいぶ回復できますからね、はい。それに谷川さん、最近は角田選手体調的にはいいようですね。トンプソンにも負けはしましたけど絶好の体調だったらしいですからね、あれはもう本当に不用意な一本手がですね入ってしまったって感じでしたからね。早いハイキック、これは空を切りました。正体から今度はボディです。成瀬はもう下から組んでいってね、はい、どんどん相手に密着していって、はい、ほんでそれでもどんどんいろんな投げだとかタックだとかもう細かいのね、でどんどん崩し技やっていって、はい、相手のリズム崩し技ですね。はい、今の距離だったら重そうですね。そうですか、はい、今の距離は角田の距離、はい、成瀬は下から崩したいところです。第3ラウンド、また上にのしかかったような状態になりましたが首をしっかり取られています角田。おっと滑った、ここでゴングだ。ここで第3ラウンド終了しました。このラウンドは角田選手良かったですね、うん、そうですね、ただいまのラウンドイーブンです。ラウンドの優劣につきましてはこのラウンドはイーブンです。ワンダウン以上の差が開いておりません。こちらが角田信明、若干この3ラウンドに来まして余裕を感じられます。しかしこれ今一方のですね成瀬の方なんですがかなりきつい表情しています。こちらです。そうですね、肘とか膝とかよく入りましたね。とりあえず自分の得意じゃないもので、ね、攻撃されたらですねやっぱり想像以上にですねなんか嫌になりますよね。あ、なるほどね。まあ何にしても不意を突かれるあるいは自分の考えていないというのはダメージが大きいものですが、こちらの角田ですが今日はいい表情を谷川さんしてますね。そうですね、いやさっきからねコーナーでね、こっちの解説がちらちら見れるでしょう、はい、何なんですかね。まあグラウンドが本当に良くなってきてますからね、はい、その辺の精神的に本当に、思う存分戦えるんじゃないですかね。なるほどなるほど、先ほどおっと、はい、引く出た3連発だ、左の3連発。成瀬は上から行きました。成瀬は上から行きました。ああよく見るとダメですね、下から組んでいかないとね、はい、はい、先ほどから前田さんが言っています、下からではなくて逆に成瀬は上から行っています。これがどのようにこの後響いてきますか。第4ラウンドに入っています。離れ際気をつけた方がいいですよ。離れ際は、はいはい、肘がありますからね、はい、先ほど肘一発もらいました。強引に来ました成瀬。さあこの体勢で成瀬がどのように日頃の練習ぶりをキザムッと抜けました発揮することができますかということなんですが、これはちょっとした余談になりますがこの後の試合、第3試合ですか、ニコライ・ズーエフが出てくるんですが、ズーエフはですね、この試合の後残ってリングスの若手に指導をするそうですね。前田さん、それはやはり大きな財産になりますよね。そうですね、ズーエフはわざとわざの連携が非常にうまいですよね、でなんかいろんな意味でグラウンドの力っていうのはね、その動きをいくら持ってるかっていうのに関わってくるんですね、はい、だからみんな一個一個決め技とかできても、はい、じゃあ実際にどう使うかっていうのもそれがないとできない。ええー、ズイエフっていうのは
コピルとか入るもね、そういう技っていっぱい持ってるんですよね。はい、アボットボディです。さあ試合に戻りましょう。第4ラウンド、ちょっと変わったパンチ打ってますよね。はい、ん、今フェイント、そして中に入っていきました。これから成瀬がどうするか、あるいは角田、おっと角田が投げました。角田が投げに行った、そして肘を当てます。はい、成瀬ボディ効いてるみたいですね。あ、そうですか。腰がちょっと浮いてますよね。角田にすればチャンスです。角田このコーナー際チャンスを掴んでいますが、いかんざ、おお、ひっくり返されました。ブレイクです。この辺は早めのブレイクをかけます島田レフリー。なんていうか、やっぱり年齢の差もあってね、ええ、やっぱり全体的な力がやっぱり成瀬選手は強いですよね。あは、現在、ランキング入りは、あ、大事、これは強烈だ。一瞬のけ取った、ね、ええ、成瀬効いています。一瞬のけ取りがありました。さあ角田大きなチャンスを掴んだ。このチャンス、一瞬のチャンス、これすることができるか。あ、しかし繰り返したの成瀬です。山本選手といいね、あの成瀬選手といいですね、あのガード危ないですね。角田がエスケープ、頑張りますね。あと一瞬フェイントをかけました。下を指さして角田に下を向かせました。角田が足を取りに来ました。アキレスです。あ、ヤブヘビだな、これ真ん中、逆に引っ張られていった、反対にね、引っ張られてね、角田が寒い人に行ったんですが、クロスヒルロード、クロスヒルロード、あ、そうですね、はい、クロスさせました。クロスハンガーもたらしました。このクロスヒールホールド、ほとんどの選手がこれを使いこなすようになってきています。アキレスのカウンターができるんじゃない、苦しそうな表情は角田だ。角田も足首を取ります。あーと、これゴングだ。悲鳴を上げたのは角田。悲鳴を上げた瞬間ゴングに救われました。悲鳴がゴングの音を呼び込みました。第4ラウンドイーブンということになります。角田のワンロープエスケープがありましたがイーブンです。ワンダウン以上の差がありません。いや、今度はちょっと谷川さん、きつそうな表情になりましたね。まあ、の肘打ちやっぱり角田選手はメーターから習ってるだけで上手くなってますけどね。あ、そうですか。その辺 の, あの次続かないですよね、はい、奈良選手がよく我慢してるのもありますけども、その我慢強さではこちらはもうリングス 1,2 を争うでしょうから ね、 そうですね、おそらくね。こちらが角田、この後第5ラウンドが控えているんですが、第5ラウンドもし優劣の差がつかない場合は1ラウンドのみの延長が、はい、あります。そこで先にロストポイントを奪った方が勝ちということになります。まだ分かりません。第1ラウンド3分間、この第5ラウンド3分間を残しています。さあファイナルラウンドです。成瀬対角田、このリマッチはどちらに外貨が上がりますか。いいローです。バランスを崩しました。成瀬小手を使いながら体勢を立て直します。おっと、ミドルが入った、胸元だ、のけぞりました、ちょっと飛びました。成瀬、さあ角田が今度はローだ、桃にローが入りました。角田選手一発じゃダメですよね、はいはい、続けてほしいですね。先ほど肘といいね、ボディといいね、その後続かなくちゃダメですよね。日本にいてもしょうがないんでタイに行ってまいりましたと言った角田信明、ムエタイの修行をしてまいりました。肩骨が分かった、さあ肘だ、肘を使いたいと言っていない、肘を爆裂、肘を使います、炸裂させるか、右の肘、完全に入りました、テンプルに入った、危ない状態です。気がついた、成瀬気がついた、成瀬気がつきました。今脳震盪を起こしたんじゃないでしょうかね。さあ角田、時間は十分あるぞ。角田選手はチャンスですよ。さあボディーブロー、ボディーブロー、逆転のサブミッションか、逆転のサブミッションを狙う、北島選手だ、決めた、あっと驚く大逆転、成瀬が逆転一発。いやー、でもあの角選手の成長を褒めてあげたいですね。いい試合でしたね。角田選手も膝が結構痛めてますからね、ちょっとたまんなかったですよね。両手を上げました。非常に悔しそうな角田信明、しかし大阪のファンをうならせました。一方成長の度合いを見せます成瀬正幸、これは非常に白熱したスパークした第2試合でした。田中さん、いかがでした。いや、僕はそれよりもですね、やっぱり
ガードの甘さ怖いですね、この先リングスの課題はね、確かに一瞬谷川さん、そうですね、危なかった、もう目が点になってましたからね、あの肘を受けた時に鳴瀬正幸、いい試合でしたね、前田さん、はい、気持ちがいい試合でしたね、ですね、はい、大きく前田さんも2人に向かってうなずきました、それぞれ2人もこれ谷川さん納得するところがあって、はい、このように挨拶、ね、握手を交わすんでしょうね、力を使い果たしました成瀬正幸、逆転一発の関節技で勝利を収めています、角田を下しました、踊れば視力を尽くしたらですね、こちらもあと一歩まで行きました、しかしその表情は満足している表情でもあります、あれすごくめちゃくちゃ重かったですよ、本当に今腕が痛くて上がらないですよこっち、あと肘とかも結構、そうですね、肘きつかったですよ、一発ですか、一瞬だから火花散るってのはこのことです、あのスクリューしたやつあるでしょ、倒したの、あれが今日狙ってたやつです、必殺技の、必殺技なんていうか、それはイロハの一つです、左じゃオーソドックスじゃないですか、どう言いましたよね、どう倒すかを考えて、あれですだから今日は罠にはまってるんだ、あっちが、でもちょっとあれですよね、あのギャンブルですけどね、あれでもしも本当ミドルが来なかったら結構今頃泣いてるんじゃないですか俺同じ相手に2回負けたらはっきり言ってもその人に二度と勝てないですから、だから今日勝ってよかったです、控室のぞいて悪田さんいないなと思ってまだ来てないなと思ったから、あれ練習したんですよ、プレーしたもんね、もう一回ちょっと確かめてます、あれ狙ってたんですよ、だから今日は作戦がまたハマったということ、結構作詞かもしれないですね僕、あ今のかまたそういうの竹野真一君なんですけど、はい、成瀬君はね、もう前尼崎で1回やった時はああいう結果でしたけどね、もう彼らの進歩のペースというのは僕らの何倍もあるわけでしょう、これ赤いランプついてないけど大丈夫ですか、ごめんなさいプロの方にそういうこと、ここはカットしてください、成瀬君はね、あの尼崎でやった時は、まあ、ああいう結果でしたけど、彼らのね進歩のそのペースっていうのは僕らのペースの日じゃないですからね、で3月に対戦してからこの7月にもう一回向かい合うまでに彼はうちの玉木を2回も下してますし、今日はで僕6月25日にマイケル・トンプソンという選手と戦った時に KO 負けしてしまってすごい落ち込んでたんですよ、すごい落ち込んでて、で成瀬君で決まった時に今度は俺が締められるかもわからへんみたいなちょっと弱気になってしまったんでね、今回はちょっとそういう気持ちを無知を入れるためにあのタイへ行きまして、でチャンプア選手というあのムエタイ最強の男と言われた選手がいるんですよ、そこへ行って1週間チャンプア選手のと共にぴっちりと練習して、あの技術的なことよりもね、ああいうその泣き言を言えないそのハングリーな生か生きるか死ぬかというね、そういう生活の人生かけた男たちがこう飢えた目をして練習しているその環境の中へ自分を掘り込んでちょっと甘えた気持ちにね喝を入れてきて、そして今日はリングに上がりました、でまあ技術的なことは1週間でどうなることではないんですけどね、気持ちはとりあえずリニューアルできたと思うんですけど、まあ、できたらまあこのまま逃げ切りたかったですね。